どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはうちでお泊まり中のワンコさんミックスの子ですね。はい、というわけで一緒にやっていきたいと思うんですけど、今日はね、何をお話しするかっていうと、ワンちゃんお家に迎えた時にね、室内犬でやってはいけないことっていうのをね、とりあえず3つあげようかなと思います。で、まずね、小型犬でもやっぱりご室内で飼うってなってくると、特にね、室内犬っていろんなことがやっぱりこう人との距離が近くなったりとかね、出てくるので、まずね、そこの話からちょっとしていこうと思います。で、まずね、やってはいけないこと一つ目、一番ね、私の中でもね、一番ね、こうパピー、子犬たちのね、悩み相談の中で一番多く受けるのが、やっぱりハウスとか、あとはサークルが使えませんっていうパターンが一番多くて、その使えない理由っていうのが、ハウスの中、ケージの中に入っている時に吠えますっていうことですね。サークルとかケージの中にいると吠えちゃいます。で、皆さんの、質問とかでも一番多いのが、吠えて出してあげたらもっと吠えるようになっちゃって、今ではね、一人でいられなくなっちゃいましたっていう意見が非常に多くて、でその中でね、一番何をやっちゃいけないのかっていうと、お部屋の中にいきなり自由で出しちゃう。で、これって、自由にさせとくことが、あんまり良くないっていうだけの話で、別にね、ワンちゃん飼ってからサークルの中で基本飼わなきゃいけませんとか、部屋の中で自由に話しちゃいけませんっていうことじゃなくて、遊んであげたりとかね、何か目的があるときはいいと思うんですけど、何もしないのに基本話しっぱにしとくっていうのがやっぱり良くないかなと思いますね。で、なんでかっていうと、基本がね、やっぱ話しっぱなしになっちゃうと、基本話しっぱなしの自由があるところから今度どうなるのって言ったら、ケージとかサークルに入ることが、それがもう拘束されるってことになりますよね。なので、ケージとかね、サークルを、使って入れていくときに、もちろんね、ワンちゃん暇だと今度次から入らなくなっちゃうので、吠えないようにっていう予防策としてはコングとかは有効です。よくね、自分コングで、甘噛みとか吠えるとかもね、話をすることがあるんですけど、コングで治りませんってよく来るんですけど、コングってあれ治すもんじゃないですからね。ワンちゃんの暇を潰して満たしていくものであって、あれを使ったから治るっていうものではないです。ただ、ワンちゃんの暇な時間を潰すための補助具っていう形になってくるので、もちろんね、運動とかをちゃんと入れていってあげないと完全な解決まではたどりはつきません。というわけで、まずね、サークル、とりあえずね、最初はね、こういうケージだったりとか、あとはね、サークル使ってってあげて、そこがね、あなたたちの生活基盤ベースがこっからですよっていうところで遊んであげたりとかね、何かするときに基本的にはそこから出してあげる、出してきて遊んであげる。だから出して遊んであげて、基本的に目を離したりとか、あとは自分たちがね、何もしてない時には、普通の時は大体しまっとくっていうことですね。でそこから、遊んであげたりとか、メリハリをつけていって、最終的にね、フリーにできるようにっていうのはいいと思うんですけど、いきなりね、最初から自由にさせとくと、今度はね、どこかに入れてるとかっていう時間が拘束になるので、その時間吠えたりとかしがちになってきます。で、それをね、防止していくのには、もちろんね、コングを使ってもらってもいいと思いますし、たくさん遊んであげるっていうことも有効なんですけど、一番がね、ワンちゃんかわいそうだからって言って、人が見えるリビングの真ん中とかにね、ワンちゃんのサークル置きがちなんですけど、自分的にはね、ワンちゃん休ませるときには人の目とか気にしないで休んでほしいので、基本的にはね、人があまり出入りしないところね、ここだったらもう自由に寝てていいよっていうところでね、自分の場合はやらせてあげちゃうことが多いので、皆さんもね、ぜひね、ワンちゃん人目気にしないでゆっくりできるところに置いてあげるとね、違ってくるのかなと思います。で、次ですね、首輪、あとはね、リードもしくはハーネスですね。で、この辺をね、もう5ヶ月6ヶ月のお散歩行く直前になって初めてつけますっていう子たちがね、たまにいます。で、それもね、良くないんですよ。で、なんでかっていうと、ある程度ね、日頃からつけてないと、例えばね、5、6ヶ月でお外行くときにいきなり使いますっていうのは難しいですよね。なので、首輪も嫌がるし、ハーネスも嫌がるし、リードも嫌がるし、お散歩中嫌がるしってなると、何が可愛いね、何が嫌なのかわかんなくなっちゃうね。なので、自分はね、基本的にはお家の中では基本、首輪つけといてもらってもいいし、ハーネスつけといてもらってもいいし、もしね、首輪やハーネスを使うのが、かわいそう、もしくは、首の周りの毛が寝ちゃうとかっていうことをね、やっぱり感じる方もいると思うんですけど、その時はね、
日中起きてる時間だけつけとくようにしたりとか、遊んであげる時だけつけるようにしたりとか、あとお家の中でもねリードをつけて歩くようなお散歩ごっこなどもねしてもらってもいいのかなと思います。で、やっぱりね家の中である程度練習していかないと外でいきなりって、まあ、結構ね引っ張られるの嫌がるって、まあ、室内系がやっぱり主に増えてきて、ここ最近かな、お散歩の引っ張りよりもね最近立ち止まりの相談の方が増えたのかなっていうのは、まあ、時代の流れもあるとは思うんですけどね、まあ、まずそういうところからしっかりやってあげようっていうことを意識していただけたらいいのかと思います。で、3つ目ですね、一緒にね入れるときになるべくねフリーにしてる時間をなるべく取って、なるべく一緒にいてあげようって、人が一緒にいられるだけ一緒にいようとすることっていうのはもちろん出かけたりするのにね一緒にいられなくなる時間も出てきます。で、一緒にいられないときにねストレスにならないようにしてあげるためには、一緒にいるとき、一緒にいるんだけども今はじゃあハウス休憩中ねって言って休憩させてあげて、人は人の時間を過ごすようにしたりとか、ああいう今出てきてって言って開けたときにはワンちゃんを自由に好き勝手させるんじゃなくって、一緒に遊んであげるようにしていく。で、そこからね、遊んで疲れたら定期的にその時にね短い時間で構わないのでワンちゃんを置いて出かけるようにしていきながら、お留守番のね練習もね、実際ワンちゃんがね子犬の時って、心配だからかわいそうだから離れられなくて、もう5ヶ月6ヶ月1歳になったからもう大人になったからそろそろお留守番しようねって、そこまでずっと一緒にいたのに離れる方が寂しいですよね。なので、きちんとそこはね、やってってあげて、お留守番もね本当にさせようと思うのであれば、まあ、練習からちゃんとさせてってあげるとかなり違ってくるのかなっていう印象を受けました。はい、というわけでごめんなさいね、まだ喉の調子があんまり良くないんでこんな感じになっちゃうんですけど、まずね、おさらい一つ目ね、フリーにしないって、まあフリーにしちゃうとどうしてもね自由にやることが全てになるから、そこから例えばねサークルに入れます、あれやっちゃダメこれやっちゃダメ、全てが拘束になってっちゃうから、遊んであげるときだけ出してあげて、目を離すときには必ずサークルもしくはハウスの中に、入れていくようにしていきながら、ただその中がね暇な時間だってなっちゃうと、まあかわいそうなので今後を補助具として使っていくんだけども、ただね、今後はもちろんね直すものじゃなくって補助するものだから、まあ運動とかもね入れてってあげなきゃいけませんよっていうことと、あと首輪取りのね日頃からつけといてあげて鳴らしてあげるのがベスト、何かの時だけつけると拒絶反応が大きいです。で、リードで引っ張られる感触にもね鳴らしておきたいので、お家の中でもお散歩の練習をしてあげてください。で、お留守番の練習は子犬の時から始めなきゃいけません。大人になるまでずっと一緒にいて、いや行ってあげる行ってあげるって言ってずっと一緒だからねってやってて、じゃあそろそろお留守番よろしくねっていうわけにいかないですよね。もうずっとそういうリズムになっちゃいます、ワンちゃんからすれば。でそうするといないこと自体がね、ちょっとした時間でもストレスになるようになってきちゃうと、皆さんもね、大変になってきちゃうと思います。なので、ちっちゃい子犬の時こそねちょっと遊んだら、すぐ寝ますし、でちょっと吠えててもすぐ諦めてくれるから、もう本当はね子犬の時が一番ね、お留守番を教えるのにはベストかなと思います。失敗する時って大体ね、子犬の頃はずっと一緒にいてあげて、大人になってからじゃあ家で待ちましょうねっていうリズムで大体問題行動を起こしたりとか吠えまくっちゃったりするパターンが多いのかなと思います。はい、というわけでね、今回は、子犬の時、まあ子犬の時で室内犬でね飼っていく時の、まあやりがちなミスっていうことで、これやっちゃうとね後が生活大変なのと、あとこれをね、自由を先に与えて、何でもそうなんですよ、自由奔放にやらせてから制限かけていくんじゃなくって、最初にちゃんと制限かけてできるようになったら枠を外していくようにしていかないと、本当にね、自由なのとね自分勝手をね履き違えちゃうんですね、ワンちゃんたちもね。なので、そこはねワンちゃんたちがちゃんとね迷わないでできるように、人がね生活にちゃんと巻き込んでやってってあげる必要性があるのかなと思います。ぜひね、サークル上手に使うとお留守番もやっぱりちゃんとできるようになりますし、で暇にさせないようにするためには今後とかもね絶対使ってくださいじゃないですよ。もちろん運動が取れるならいいんですけど、まあ、取れる方ばっかりじゃないとは思いますので、上手にね併用して使っていただけると、ワンちゃんのね、暇な時間をどんどん有意義にしていけるし、お留守番上手、一人遊び上手なワンちゃんに育ってくれることかなと思います。ぜひね皆さんもね、お家にワンちゃん迎えてからやってもらって、お家の中でね後から直すんじゃなくってミスをしないようにしていった方がもちろん後の暮らしが楽です。でいろんなねやっぱりことを覚えてて手かかんないでちゃんと留守番できて人の言うことを聞けるワンちゃんは飼ってて全く苦じゃないですよね。ただやっぱりいろんな問題とか悩みが出てきちゃうと一緒の暮らしが大変になってきちゃうのも本当です。
ぜひ皆さんもね、お家で少しずつワンちゃんとの関係性を築いていきながら、これから飼おうと考えてるあなた、特にね、ちょっとずつね、こういうことも視野に入れてやってみたらいかがでしょうか。